はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな血液がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい。今日はね、病気の話じゃありません。あのね、いつもね、動画を見てくれてる方の中からね、たまには安よと、病気以外の話を聞きたいぞというリクエストがあったので、まあ、ちょうどね、気になるニュースが飛び込んできたので、まあ、美容師として、今日はね、美容の話をします。ですね、皆さんはね、山中亮平さんというラグビーのね、日本代表の選手をご存知ですかね。まあ、超有名ですよね、山中さんね。ラグビー選手の話ですけども、あの美容の話しますからね、ちゃんとね。まあ、そんな山中選手がね、山中亮平さんがですね、まあ、過去にドーピングで出場停止処分があったというね、ニュースがね、を見たんですけども、まあ、その原因がですね、ヒゲを伸ばすために使った育毛剤だったみたいですね。まあ、これはね、ちょっと美容師としてはね、怖い話ですよ、本当に。同じ美容師さんがね、もしこの動画を、まあ、この話をね、聞いたら、みんな驚くと思います。まあね、こう、育毛剤でですよ、陽性反応が出るということはですね、まあ、世の中のね、一般男性でね、育毛剤使ってる人らはね、もう全員ドーピングだらけですよ、本当に。まあ、種類にもよりますけども、まあ、しかしね、髪の毛を、こう、生やす、まあ、育てると言いますか、ね、栄養剤が出始める以前にですね、こう、女性に、美容師目線で言うとね、女性のために お肌を若返らせるというかね、まあ、そういった美容液がありますよね。まあ、そして、まずね、その、お肌だけじゃなくてですね、まあ、今はね、女性用美容液、育毛剤が、もう、超大人気です。というか僕みたいにこう病気でね、抗がん剤治療をした後のお悩みって言ったら、まあ、やっぱりその脱毛ですよね。まあ男も、まあ、女性なんか特にそうですけど、やっぱり髪の毛は欲しいもんです。まあね、髪の毛はね、カツラや帽子がありますので、こうやってね、僕みたいに帽子がありますので、何度でもできますけども、まあ、そんな中、まあ、僕はやっぱ美容師なので、まあ、今でもこう常にこう美容に関してね、抗がん剤のためにこう脱毛に悩んでる患者さんのためにですね、まあ、自分のためもそうなんですけども、アンテナをこう張り巡らせています。でね、まあ、これが嬉しいことにね、勤務先のね、オーナーもね、協力してくれて、たくさん探してくれました。こう病気になってからもね、自分のお肌にこう使える日焼け止めなどね、化粧品はね、結構変わってきたんですけども、まあ、そんなね、病気になった僕のお肌でも何の副作用もなくて使えて、そして一番効果が出た商品であるオーナーが一緒に協力して見つけてくれた商品を今日はね、紹介します。こちらです。うわ、めっちゃ飛んでる。どうや見えますかね。 MGBB まつげ美容液、またあの画像どっちかに貼っときますんでね。 MGBB まつげ美容液でございます。 30ml 16,870円、税込みでございます。ちなみにこれね、これなんですけどね、去年の年末に退院してから、まあ、年明けの、ね、2月から今年の2月ですね、今年の2月から使い始めてね、やっと2個目なんですよ。これなかなか入ってこなかったんですよ。めっちゃ売れてるんです。で、やっと買いました。で、入ってきてもやっぱお客様優先にしてるんで、僕の手元になかなか届かないんですよ。で、なぜこんなに売れてるかというと、まあ、というか、なぜ僕がこれを紹介したいかと言いますとですね、もう一度言いますけど、僕みたいな病気をしてね、こう皮膚障害があったとしてもね、疲れたんですよ。そしてまつげが生えてきたんです、本当に。優先的にね、ご購入していただいているお客様の中でね、もうまつげくをやめたお客様もいてます。でもマスカラをしてるかのような、そのね、ワッとしたような長いまつげとかをね、ボリュームが超あるまつげとかを求めてる方やったらまつげくをしてもいいと思いますけども、まあまつげくね、それしたところで、まあ、つけやすいし取れにくくなるのでね、いいと思います。まあ、ちなみにこれ中身こんなんですけども、まあ、これを使ってるお客様はね、こう顔全体に
チュン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 ってこう塗って、まあ、特に目尻とかね、ほうれい線とかにこう塗られててね、効果が出たということでね、リピーターがね、すごいんですよ。だから僕の手元にはなかなか届きません、本当に。開けます。開けてこのこういうふうにスポイルがついてるんですよね。スポイル見えるかな、この辺ね、スポイルがついてるんですよ。スポイルでこう押さえて離すと中にこう入ってくるってやつね。これをまあ置いて、まあ、ちょんと落として、これを、まあ、こういう感じで僕は塗ったりとか、今はちょっとマスクとメガネをしているんで、帽子をしているんであれですけど、 目にはねしっかりこうちょんってつけて、こうまぶたにこう塗ったりこうしてますよ。まあ主に僕はね、そんなシワとかは別にあれなんですけど、まつげに塗ってね、まつげもないとやっぱり目はすごいやられてしまうんで、ゴミとか入ってしんどかったんでね、これまつげ塗って、まつげすごい僕も生えてきたんで、効果があるなと実感しております、すごいね。まあほんでこうやっぱりね、さっきも言いましたけども、何よりも僕が疲れたことがね、すごい嬉しいですね。え、まあちょっとね、ちらっと見せましたけど、おでこの産毛とかね、この辺なんですけどね、すごいね、生えてきました、本当に。まあ骨髄移植をしてね、皮膚障害があった僕でも、まあ使えた優しい商品ですよ、本当に。まあ例えばこう、プロテインとかサプリメントっていうのはね、こう飲み薬、飲む錠剤タブレットっていうんですかね、ちっちゃいのね、そんなの病院からね、止められてますけども、もうこれはね、飲み物でもないですし、しかもこの、子供用の日焼け止めのようなね、優しい感覚で使えますんで、まあ、化粧品なので医薬品、医薬品でもないですし、医薬部外品でもございません。まあ、その商品の特徴をこう調べましたらですね、こう人幹細胞から、幹細胞ってあるでしょ、人の幹細胞からこう低温手術する技術の特許をね、取ってね、まあ、その技術を使った病液なんですよ。だから人の幹細胞から作られてるやつなんで、人間にすごい馴染みがいいです。まあ、他の類似品といいますか、まあそのね、幹細胞の商品とかやったら、こうサメとか豚とか牛とかね、作られてるやつもあるんですよ。まあ、中にはバラとかね、お花のバラとかもありますけども、やっぱりそんな中でもやっぱ人から作られたやつの方がこう体には馴染み、人間には馴染みやすいというふうな理論も出ておりますんで、すごいこうそんだけ手間暇かけてね、製造されたから、まあ僕みたいな病気をしてね、こう皮膚障害があったとした人間でも優しく使うことができたなと思います。MGBB まつげ美容液 30ml 16,870円。これね、ご購入に関しましてはですね、概要欄のね、見てください。下の概要欄ね、見てくださいね。詳しくちょっと書いてありますので、その流れとか書いてますんでね、ぜひ見てください。10ヶ月、9ヶ月ぐらいで使えましたね。でも、お顔全体ね、こう塗られてる方とかだったら、もうちょっと早く減ると思うんですけども、でもそれでね、こう、シワとかほうれい線が消えたりしたらいいと思うんでね、おすすめです。使ってください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。